命に感謝していただきます。なんかいろいろ勉強しててね、なんかこう、アボガドじゃなくてなんだっけ、なんだったっけ、ゴーヤだ。ゴーヤが黄色くなってるのをちょこちょこ見てたんですよ。で、たまたまそういうのをそのおばさんのとことかで見たり、で、新庄さんのとこで見せたり、で、ニンニクをくれた、近所のおばさんと話したり、まあそういう話を聞いてて、またちょっといろいろ勉強してて一つ気づいたのが、まあこれはあくまでキュウリのことなんですけど、ゴーヤではなく、キュウリのことをずっとこう聞いてた。本当かどうかは知らないです。一応農家の人が言ってることだから、まあ説得力はあるのかなと。なんか、湿度が雨季とかそういう時期。これすごいな。なんか、コバエがいるな。朝もコバエがいたんですよね。このコバエはどっから湧いてくるの？いや。それで、それで、いろいろ調べたら、なんか、その農家の人が言うには、湿気が多かったり、雨が続いたりすると、日射時間が弱くて、黄色くなったり、曲がったキュウリが出てくる、みたいなことを言ってた。で、ふとそれを聞いて思ったときに、あれ？ゴーヤも確か黄色かったぞとか思ったんですよ。ということは黄色い、その人が言うには黄色くなるともうそれ以上あまり成長しないみたいなこと言ってて、まあ自分でね、育てて黄色くなってそれが育つか育たないかっていう見たわけじゃないから何とも言えないんですけど、そういうこと言ってて、なるほどと。まああとは自分で実践していって、見ていくんですけど、まあいろいろ実践をやらずに勉強してるっていうね。実践をやりたいんですけど、そう、うまくね、実践できる環境がまだ整ってないんですよね。で、棚というか、その物置みたいなちっちゃな物を入れるやつを運ぼうと思ったんですけど、それ返品したんですよ。っていうのは、運ぶ手段を考えられなかったんです。どうしても車で運ぶのがなんか嫌になって、なんかないかなと思って、で、ずっと運ばず、ずっと、まあ家にある、まあまだあるんですけど、返品はするんですけど、で、どうしようかなと思って、ずっと運んでなかったんですね。で、運ばなきゃいけない。まあ人にお願いすれば運べるし、タクシーも使えば運べるけど、いや、なんか違うよな、とか思ってたんです。で、なんか方法ないかな、なんか方法ないかな。それは簡単な方法はいくらでもあるんですよ。人にお願いしね、車でっていう方法あるけど、その簡単な方法を選ぶのって簡単じゃない、人って。まあ、簡単じゃない。でも、あえて、その簡単じゃない方法を選んでいくことに今結構動いてて、耕運機とか、機械とか、草刈り機、
エンジン付きのやつを使って、これずーっとこうやって自分でやったんですよ。あ、土を高すのまだやってないけども、それ使えば早いし、いいんだけど、環境に悪いじゃん。地球に優しくないじゃん。昔なかったわけでしょ。昔の人がやれたってことはやれるんですよ。同じ人間だからね。いや、それをその簡単な方向に向くっていうのは、やっぱり自分のこれからの姿勢を崩す、その、ことにつながっていくと思うんですね、僕は。何かその、もちろん甘えはいっぱいあるけども、その甘えをたくさん作ってしまうと、まあ、良くないなと。で、それで、それは返品して、まああるんですけども、返品依頼出してるんですけど、返品して、また違うその方法を考えたんですね。それは、まあまた今度、話しますが、まあ、雨は降らないからね。で、雨水というか、その水もですね、もう水が必要になってくるわけですよ。今もうちょっと植えてるから水が必要なんですけど、水が必要なんですけど、ちょっとの水はあるんですよ。200リットルぐらいの水はあるんで、それはただね、人の持ち物なんですよね。で、使って別にいいんですけど、なんか嫌なんですよね、その人のを借りてやるっていうのが。で、むしろ、これから野菜が広がっていく、野菜とか花とか、いろんな植物が増えていくでしょう。増えていった時、もっともっと水がいるんですよね。で、その水を借りたくないんですよね。それも、その水も結局俺が使ってる、そのなんかタンクに入ってるやつも人が使ってるからね。だから気使うじゃん、なんか。いっぱい使ったらとか、なんかそういうのがもうめんどくさくて。で、今いろいろ調べてて、まあ、調べついたんですけど、なんかその雨水を貯める方法とか、まあ結局雨が降らないとたまんないんですけど、あと、川の水を、ろ過していく方法とか、いろいろ調べて、できなくもないぞと。まず、雨水なんですけど、雨水も溜めてる人、やっぱり世の中いっぱいいるんですね。知らなかった、俺、雨水溜めて、なんかその、なんか庭とか、そういう水にあげてる人とかいるんだと思ってて、いっぱいいろいろ、なんかそういうシステムを考えてるわけ、みんな、こう、知恵を絞って、そういうのいろいろ考えたら、なるほどと。できなくはないぞと。っていうのが一つですね。あと、川の水なんですけど、あれをそのまま使うんじゃなくて、ろ過し、もっとろ過したいんですね、きれいに。上の方行くと畑があって、そこからホース引っ張ってる人たちだけど、まあ、なんかこう気持ち悪いよね、上から流れてくるの。まあ、みんな使ってるから、でも。で、今度は、なんつうの、みんながこう、飲んでる水だったっけ？要は、生活の中で流れたその排水が、水が流れてって、そういう施設に流れてて、きれいになっていく仕組みをずっと見てたんですよ。これが面白くて、結局塩素は使うんです。こう水道水って塩素を使ってるんじゃない。ここにこの塩素を使う前の仕組みを見てたんですね。と面白くてね。なんか砂とか砂利とかを使ってそこでずっとろ過していくんです。あ、こういうシステムって、こういうのもこういう飲み水とかもそういうとこを流れて結局、まあ塩素は使ってるんだけど、そういうとこを通るんだと思って、へえと思って見てたんですね。で、それは見る前からちょっと考えたのが、
ビーチがあるんじゃない？で、砂も豊富じゃない？砂とか砂利とか、サンゴとか、こう、層をいっぱい作っていって、こう、水が流れていって、そこでこう、きれいにろ過されながら、時間をかけて少しずつ少しずつ水が出ていくっていうシステムも、すごい作りたかったんですよ。で、その後、そういう、本格的なところがそういうことをやってんのを知って、砂とか、そういう、砂利とか、こういうシステムっていうのは、こういう、なんか、ね、このじ、なんか、アナログっぽいことやってんだなっていうのをちょっと思ったけど、でもそれで、それが一番今考えてる中でいいからそういうふうにやってんだなって思ったんですね。そう。もしかしてこれに生えがってきてるわけじゃない。そうね。ただね、何しか遠いんですよ。その畑までの場所が。10キロ以上あるんです。ここから畑まで。行って帰って20キロでしょ。まあ距離は自転車に乗ると大したことないんですけど、まあ自転車には大したことないけども、ひょいっと行けたらいいなってね、畑だったら家から目の前ぐらいがいいなって思うけど、まあ、もうこれも、まあ、体を動かす一つの運動だなと思ってやってるし、あと米ぬかも買いましたね。まだ今来てないんですけど、オーダーしてて、米ぬか、米ぬかをですね、オーダーして、月末になるって言われたんですよね。なんだ、米ぬかが入るのが。だから米ぬかっていうのは、すごく、農家さんが使うから、待ちになりますって言われたんですよ。だから、待ちでもいいから欲しいからって言ったら、じゃあ、8月の末になるけど、で、どれぐらい欲しいんですかって聞かれて、ああ、まあ、どれぐらい欲しいかちょっと俺でも全くわかんないんじゃない？で、土を耕すときにこう混ぜていきたいんですね。いろいろ調べたらなんかそこに行き着いたんですね。混ぜていけみたいな。その土を耕すときに一緒に撒いて耕すと。そしたらなんかこう、土が分解して、なんだっけ、分解するかこう、微生物が分解していくみたいな、なんかそんな感じだった。だから、じゃあ米ぬか巻いてみようかなと。巻いて一緒に。で、米ぬかは、10キロで、300円でした。まだ支払いはしないんですけどね。後で支払うんですけど。その10キロの米ぬかはまたどうやった方法ってよ。頭に乗っけて運ぶか。肩に乗っけて運ぶか。自転車の前ですね。ハンドルのところに乗っけて運んでいくか。いう方法しか、その3つのどれかしかないね。まあ、米ぬかぐらいだと大したことないけど、この前の物置ぐらいになると、もうどう考えても、頭痛かったもんね。考えても考えても。最終的に行き着くのは、ああ、ちょっと友達に頼もうかなって言ったけど、ダメダメとか思ってね。っていう、米ぬかをね、300円で10キロ。で、農家さんがやっぱりみんなオーダーしてて、やっぱ待ちになるらしいよ。そんな農家さんの頼む量って、順序じゃないじゃん。そんな一袋が10キロだったかな、確か。だからさ、そんな量じゃないじゃん。ものすごい量でしょ、おそらく。俺なんか一袋だからね。で、そのどれぐらい必要なのかっていうのが分かんないんですよ。その10キロってものすげえ量じゃない。そこ多分米俵ぐらいの
こういう米俵じゃないか、こういう一袋のね、大きなやつなのかなっていう感じがするんですよね。もうそ、一応それだけもらって、今後考えようかなっていう。なんせわかんないよね。どれぐらい必要なのかっていうのが。まあ、むしろ10キロ、20キロなんで持てないしね。で、なんか、自転車で運ぶための、カゴですよね。荷台みたいなのつけようかなってすげえ考えて、1万ぐらいするんですよ。で、1万って高いじゃん。なんか最近すげえ金が出ていってるわけですよ。いろんなもんね。なんか、ショベル買ったり、なんか違うショベル関係3個買ったりとかさ、なんかこう、にも、なんだ、荷物入れるやつ買ったりとか、機械つうか、ね、草刈り機買ったりとか、なんか、借りる、必要なものって何気に金かかってきてて、で、普段全然金使わないから、なんか、高ってで荷台が1万円する、1万ちょいぐらいするんですけど、これいるかな、でもあったら便利やなって思うんです。あったら便利なんですけど、待てよと。その、あっては便利なとこに行き着くなよと。確かにこれからあればいろんなとこで役に立つ可能性はあると思ったんですよ。で、思ったけど、待てよ。なくても運べないことはないぞ、これぐらいになるとか思ったんですね。なぜ俺はそうやって無駄なことを考えて、しかも1万円また使うみたいな、だから、とりあえず、やれるとこまでやってみようと。で、買うのをやめたんです。なんかその辺と最近戦ってるね。なんかもう、まあ100均で言って必要なものはちょこちょこ買うようにはなりましたね、最近ね。まあ、それも、あれなのかなって思うんですけど、その荷台とか、その1万円規模で考えると、その畑を、その楽園にするためにね、なんかこう、まあ、ずっと使えるもの、ゴミにならずにずっと使えるものって考えたら、まあいいかなと。うん。畑を楽園にするのが俺の目標ですね。なんか畑って、なんか畑の映像とかずっと見てるさ、別に俺畑が好きなわけじゃないからね。農業が好きなわけじゃなくて、ただこう見て、こう、そういう作業をしてたり、知らないことだから、そういうことに意識もあるし、やっぱ緑をこうグリーンって見るの、やっぱすげえ、こうほっとすんじゃん、やっぱ人間のね、本能として。だから、グリーンを見て花を植えたりとかして、で野菜もたくさん作って、もう野菜を買わずに自給自足生活みたいなところに行きつけたら一番いいなって思いますね。で、余った野菜を販売して、そこで生活を作るっていうのが、まあ、一番環境活動家としてはなんか理想の流れなのかなって思うね。まあ、そのうち場所が足りないとか言ってね、石川の方の場所とかね、借りに行くかもしんないけど、まあ、そこまで足回んないの、あっち行ったりこっち行ったりね。でも分かんないね、そのうち場所が足りないとか言って、場所、いやでもね、俺ね、まだ始まってないけど、何気に他にも場所ないかんで、他にも場所を貸してくれるとこあるんですけど、海側の方ですけど、あそこ水がね、木もないから水がちょっとため、俺の中でその、ちょっと引けないなっていうところもちょっとあるんですよね。まあ、もう一個一番後で見た、海側の方の綺麗になってるところをね、あそこを全部こう
なんかこう、もうあそこは畑みたいな感じでもいいんですよね。でもなんかこうやりたいなっていう気もちょっとあるんですよ。あそこだけは畑でなんかやれんかなと。で、水は水で、まあちょっと、わかんないけど、あそこは、今のとこはね、ちょっとジャングルっぽいとこにあるから、こう木を使ってね、こう雨水とか溜めてみたいなっていう、そういう作業もすごいやってみたいんですよ。自然のものを使って、そのまま自然に返すみたいな。あそこだと、厳しくはないけど、風がもろに来そうな感じするし、まあ水道はあるけども、まあ借りれるかどうかはわかんないけど、まあそこまで今のところそこまで頭回してないんですけど、あそこもそのうち借りて、ね、なんかこう、あそこはもうがっつり畑みたいな感じで、まあ一種類ぐらいのね、ものをこう、その時期時期のものによって作っていくっていうのもいいのかなっていう気もあるんですね。まあでも今んとこは40坪、なんか見てたらね、40坪すごいちっちゃく思えてきたんですよね。まだ何もやってないんですけど、まあ毎日見てんじゃないこと、畑毎日見たら、最初はなんかすげえ広く感じたんですけど、なんか毎日見てるのね、なんかすごいちっちゃく感じてきて、もっとなんかね、たくさん、今はあそこは、なんかこう、なんつうのかな、楽園みたいに、綺麗にね、ウッドデッキも作ったし、まあ、しょぼいけどね、まあ、なんかこう、癒されるような、なんかこう、自分の癒し基地みたいなね、そういう場所にできたらいいかなと思ってるんですけど。今日皆さん楽しい一日、安全な一日、1分1秒大切に残り限られた人生を地球のために使ってください。